あ、どうも。どうも。どうも。お忙しいところどうも。すみません。中学生の時に大人になったら自動車エンジニアになろうって思ったんですよ。ああ、そうですか。誰もが乗れる車を自分で開発して、で週末に家族揃ってドライブするっていうのを見たいと思ったんです。今そのプリウスの開発っていうね、やっぱり前にないものをやるチャンスも手に入れたってのは、それは本当におめでとうございます言いようがない幸運だと。ハイブリッドやるって決めた時はとても成功するとは思えなかったんですよ。まあだけど、ヨシンバはそこで失敗して世の中に出なくても、我々がこうワンサイクル開発を回したっていうことは、いずれやらなくちゃいけない時に大きな貯金というか引き出しに入ってる。ステージでも早くやった方がいいと思って始めた。やっぱり自分のやりたいっていうことを思い続けていないとまずいけないなと。世界のアニメーションが一番輝いた時期っていうのは、ディズニーでも初期の頃で、1930年代から40年代にかけてなんですよ。実に美しい画面を作ったんですよ。で今いろいろコンピューターでいろんなこと、ビカビカとかいろんなことできますけど、実はその手書きで描いたアニメーションっていうのは本当にやっぱり最高峰なんですよね。で本当に僕らがやってきた仕事っていうのは、これ以上手を抜いたり落としたりしたら、もう恥ずかしくていい、やってらんないだろうっていうところのギリギリのところでやってきたと思ってます。本当に手で綺麗に描けないやつはコンピューターグラフィックスもうまく描けないんで、手を動かして自分が体験しながらやるっていうことがきちんとできてないと、それは表面的なものしか作れないなっていうのは本当に見てて思います。アニメーターに関して言うと、アニメーターになった時の志があるはずだから、お前それ志に合ってんのかそれでっていうふうに、そういう形でこっちが頭に来るっていうことはありましたけどだから僕らは結局鉛筆を手放さないとやってますけど、しょうがないな、これはなんて言うんでしょうね、その時精一杯やったっていうだけで。もたもたしてると、もうそんなことなくても人工知能がやるからいいわみたいな世界になりかねなくて、ね、人工知能って理屈がないもんですから、うん、今技術っていうのは倫理観を伴うところに入りつつある。その相手を殺して自分が助かるか、相手を助けて自分が死ぬかっていう、そういう選択はどうすればいいんですかね。できませんよね。そういう意味では技術っていうのは人間の使い方次第だと思うんですよ。だからスタートはエンジニアの仕事のスタートは志って言って、で次は挑戦する、エンジニアの戒めなんですけど、実現するさせる技術を面白がっちゃいけないと。ヨーロッパなんか歩道と二輪自転車と自動車ぐらいは今分かれだし、そういう時代の街づくりっていうことで一気にはできませんけれども、そういう新しい街っていうのを作っていくっていうことがあったらいいんじゃないか。大変な哲学的な問題ですね。車も走ってる、自転車も走ってる、人も歩いてる、人が横断してるっていうのは生活であって、車は車でそっちで安全に走って、人は人でつまんないでしょ。世の中、僕は道路っていうのはみんながいた方がいいっていうふうに思ってる人間だから。いや、僕は通信部に乗ってるでしょ、あれでいいんですよね僕はそれでこのままでいいっていうね、この感覚と今未来のことを考えてやっていく仕事のギャップをものすごく、車は車なんですけど全然違うもんで面白いですね。